ファインモールドから発売されている天空の城ラピュタに出てくるドーラ一味の秘密基地タイガーモス号です。単三電池との比較でだいたいこんな大きさです。はしごが残念な感じです。翼上のデカールはありません。エッジが甘いのでカッターとヤスリでシャープにします。
丸窓は穴が開いていないので開けます。カットモデルにするので、カット位置を鉛筆で当たりをつけます。プログレッシブナイフでカットしていきます。切断面が溶けるので、後処理が意外と面倒です。エッチングソーの方が楽だと思います。
カットモデルにしただけだと暗いので、LED をつける穴を開けます。ドーラの部屋の真上には主翼のパーツがあるので切ります。まずは木材を使用しているところをサンディブラウンでまだら塗装。チャンネル登録と通知のベルマーク、よろしくお願いします。よかったら、いいねボタンをお願いします。